こんばんは。ゲリラ配信ですけど、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。すごい、ちょ、目が腫れてるんだよね。今日はね、STU マスクをしております。武道館の時のあんま使うことないんだけど、私はあんまり今日はちょっと使ってみた。ちょっとね、親知らずを抜歯して3日目なんですけど、今日めちゃくちゃ腫れてるんですよ。私もうね、口がね、もう このぐらいしか開かないんですよ。笑うとき、こう支え、虫歯ポーズ して支えないと笑えないって感じなんですけど、で謎にね、目がね、充血してて、もう本当に体の満身創痍、体っていうか外見が満身創痍なんですよ。だからね、すごいちょっとお見苦しいんですけど、まあ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 気にしないでください。リードピア見たよ。ありがとうございます。今日ニコ生でね、リードピアっていう私が参加させてもらってる朗読劇の企画のね、配信があったんですけど、その時はちょっとマスクなしで出てたんで、それ見た方はすごい腫れてんなって思うと思うんですけど。見ます。ちょっとね、大丈夫かな、見せても。ちょっとだけね、これじゃあこっちからね、こっちはね、普通なんですよ。見る、こうしたらもう私のね、いつものお給がちょっとほっぺ丸いなって感じの。お、普通じゃないって思うじゃん。普通じゃないって、あ、いつもの私じゃんって思うじゃん。いて笑ったら痛いんだって。いてすごいの。なんかもう、いでほんとに虫歯ポーズリアルにやってる。何も食べてないです。こんな感じでね、今すごい腫れてて、すごいマスクするのもちょっと痛いんですよ。この当たらないようになるべくね、下の親知らずを抜歯してるんですけど、すごいさ、なんて言うんだろう、輪郭の大切さをね、知ったよね。輪郭ってさ、なかなか変えられないじゃないですか、簡単には。なんか骨格の問題だから、骨の問題だからさ、変えられないじゃないですか。目とかはさ、そう、すぐ多分整形とかもパパパって感じなんだろうけどさ、輪郭ってすごい、なんかもう目とか口とか鼻とかよりもなんか一番大事だなって思った。私は自分の顔を見て思いましたね。すごい今ね痛くてね、ずっとロキソニンを飲んでやり過ごしてるんですけど、
お話の時痛くないですか？あのね、笑ったりとか、あとなんかこう口を、口角をさ、あいうえおのイの口にしたらめっちゃ痛いの。だからなるべく私はあのうの口で喋ってて、それがもしかしたら聞き取りにくくなるかもしれないんですけど、話のね。そうなんですよ。笑わせたい。ちょっともう私笑わないですよ。笑ったら痛いからね。食べるのに支障ないの。めっちゃ支障あるの。でもね、食欲はめっちゃあるんだからさ、なんて言うんだろう、あのね、あんまりなんか硬いものとか食べないでくださいって言われても、おかゆとかうどんとかにしてくださいって。でもね、もうめっちゃお腹空いてね、もうお腹空いたってなって今日唐揚げをね、あのもうねじ込んで、こっち側でこっち側、あの抜歯してないか、こっち側に入れて食べました。したらさ、食べて気づいたんですけど、歯ってね、皆さん知ってます？こっち動かしたらこっちも動くんですよ私さ、当たり前のことに気づけなくてね、こっちで食べればいけるわと思って唐揚げ食べたんですけど、こっちで噛んだらこっちが急に動き出して、痛ーってなって痛いって。もうね、人ってなんか当たり前のことに気づけなくなる、盲目そうなんですよ。そういうことが起きて、顎、そう、歯っていうか、そう、顎ですね、顎。それでね、あのめちゃくちゃ痛がりながら食べました。お腹は空いたりとかして、あと最近はもうあの飲み物は全部ストローでこうこっち側に入れて吸収してます明日ね、私ちょっと不安なのがレッスンがあってね、公園の。ちょっと運動がねしんどいんですよね。なんだろう、上下にこうこういうなんか全身とか横とかはいけるんだけど、ちょっと上下に動くと顎が痛くて、それでお腹鳴ったお腹鳴るんですよ、ずっとだからどうしようかなって思ってて、ちょっとあんまりあの踊らずに立ち位置重視で踊ろうと思います。振動がねきついの、こうやったらねでもね、お腹空いてる本当に今、はあ、聞こえた？まあ、いつ弾くかちょっと分かんないんだけど、今日、昨日と今日がピークっぽいので、それから徐々に治っていけばいいんじゃないのかなって思ってます。すごいあの痛いんだけど、出血はねもともとそんなないですね髪切った、切ってない。今日はあのリードピアノの配信だったんですけど、ニコニコの方でね、リードピアっていう今朗読劇の企画をやってて、クマありがとうございます。あの門脇さんとみのみさんとあいこじとさあやんとももちゃんのメンバー6人で朗読をやってるんですけど、8月に大会があってね、朗読劇のSF 大会という香川であるんですけど、それで朗読を披露するから、それに向けて練習してるんですけど、グッズをねいただいて、見てください、めっちゃ可愛いの。これ私、白石優子さんっていうイラストレーターさんに描いてもらった、これの T シャツとかなんかいろいろグッズがあるんですけど、これをねあのいただきました。これはねハガキなんですよ。めっちゃ可愛くない？
しかもね、なんかそれぞれのペンライトカラーのなんかイメージイラストみたいな感じで、私紫なのでちょっと髪の毛とかも若干マシでさ、これをもらうじゃん、したらメンバーが笑うんですよ、私の顔を見て、ハハハみたいな、おきちゃんハハハみたいな、すごいさ、それなんかな、さなんて言うんだろう、VTuber とかで言うさ、顔出ししてない配信者が顔出ししたらこれでしたみたいな、これがこれでしたみたいな、なんかがっかり感みたいな。ちょっとねひどいもんですよ。いやちょっと二次元にね、負けましたね。中の人、ちょっとね、中の人顔出さん方が人気出たパターンだね、これは。この場合は、まあそんな感じでね、早くちょっと滑舌悪かったですね、まあそんな感じで早く治ればなーって、のんびり思いながら、うん、今配信しております。生おきぽしか買ったの、ありがとう。まあ、ちょっといつぐらいまでかかるんだろうね。まあなあ、その時間、その期間、ちょっと自撮りがあまりにも漏れなくてびっくりしてるんですけど。大技、大技、大技、たったった。人生積み増し、たったった。昨日歌ってたらね、ほのたんさんとロケだったんですけど。ほのたんさんに歌うなやめろって言われて、私が作った歌みたいに思われて違うのに、TikTok のね歌なのに。大わた大わた大わたったったってこのさ、親知らず見せながらこの炭酸の前で大わた大わた大わたったった人生積み増したったったって言ったやめろ歌うなって言われた。いてててて笑ったら痛いんだって。うん、最近TikTok にハマってるから、私若い子についていこうと。ちょっとでもね、JK とかの若い子の年齢についていけるように TikTok を見ております。あなたも若いはず。いや流行りとかもう分かんない、学校通ってないし、もう鎖国ですよ、鎖国、流行りの鎖国なので、なるべく今何流行ってるんですかって聞いてる。風地法に笑われたの。風地法今日事務所だったんですよ、別々でね、風地法2人じゃなくて、風さんは風さんで、千穂さんは千穂さんだった。風さんには写真撮られたから、多分何かにメールとかに載せられるんではないでしょうか。可愛かった。でもウルフカットね。千穂さんもちょっとウルフだったかな。千穂さんはね、お話し会してて、事務所で振り返りかな、なんかね、今日キングレコードのスタッフさんがね、誕生日だったんですよ。すごいお世話になってる誕生日の方が誕生日で、その方の誕生日を今事務所にいるメンバーで祝おうってなって、
でね、なんか千穂さんがなんか私と千穂さんの後ろ姿のね瀬戸内 PR 舞台の MV 撮影の時の写真を印刷して、まあ、そのさ瀬戸内 PR 舞台のミュージックビデオすごいキングレコードさんが関わってくださってたから MV 撮影の時にね、でそのそれを印刷して なんとかさんハッピーバースデー30って書いてたんですよで30歳じゃなかった、29歳だったの誕生日でも千穂さんが30って書いてて、おきぽ間違えて30歳って書いちゃったから一緒に渡そうって言われてこれ千穂とおきちゃんだよって言われて、みたいな、私も間違えたみたいになるやんみたいな思いながら2人で渡しましたくまありがとうございます、くまさん。でもすごい優しい方だったんで喜んでくださいました。四捨五入したら30だからねって言ってました。そう、巻き込まれた。千穂さん可愛かったの、久しぶりに会ったんですけど、すごいね、普段お世話になってる方のね誕生日お祝いできてよかったです。なんか薬が効かない気がする、さっき飲んだんだけどな。でふ鼻が見えてるように見える、鼻見えてんのかな、確か鼻の鼻の形見えますね。このマスクね意外となんかこう きついっていうか、私の顔が腫れてるからきつく感じるのか、ちょっと緩めたいんよね、すごいほっぺに当たって痛い。今日は海の日ですね。本当だったら横須賀の方でアニメのイベントがあったんですけど中止になってしまった、私たちの参加がなくなってしまったので横須賀でカレー食べたかったな。あとはね、まあ、イモステレビが今日あって、まあ、それはツイッターで告知したんですけど、今日はね今週の瀬戸チャレも出演してるのでよろしくお願いします。夜です、またツイッターで告知します。告知が多い、私はマイカーでキャンプに行きました。で楽しみにしていてください。バギーに乗りました、バギーに、かっこいいでしょ。そう、夏はねロケが多かったですね。バギー乗ったんだけどすごいバイクの免許欲しくなったねなんか車とか持ってないからね、なんか何かの乗り物に乗るっていう機会がないからさ、私すごい誰が運転したの、メンバー全員なんか練習みたいなの受けてバイク乗りたい、私ハーレー乗りたいの、峰富士子灰原愛ちゃんも乗ってるんだよ、コナンの私の推しメンそう、でもねバギーの時点でね、おきちゃんはバギーに乗っちゃダメっていう言われてね、後部席っていうの、バイクの場合なんていうの、後ろにしか乗せてもらえなくて運転させてもらえなかった、危ないからって。私がちょっとバイクをハーレーを運転できる日は多分ないですね
なんかね危ないんだって、私が運転するとなんかね、わかんないけどなぜか、なぜですかね。なんでだろう、なんでだろう、なんかわかる気がする、なんでやねん。アクセル握ると性格変わるタイプ。マサオくんじゃん。ふーちゃんが今おきちゃんいじってる。ふーさんねめっちゃ笑ってきたもん。近くで笑ったんじゃなくて遠くで笑ったから、30メートルぐらい先で笑ってたからね、ふーさんは。そう、でも痛いの、本当に痛い。こんなね私が痛みに耐えてるというのに、みんな私の気持ちを知って知らずかわははわははと笑っておりますから。1本でこんなに腫れるんだったらさ、私2本同時とかしたらどうなってんだろう。クレヨンしんちゃんみたい。確かにクレヨンしんちゃんってさ、笑うとき正面向かないっていうかね、なんて言うんだろう、横向いて笑うもんね。あれやりたいの、オラの夏休み、なんかしんちゃんの出たよねゲーム、クレヨンしんちゃんのあれめちゃくちゃやりたい。僕の夏休みのさ、制作者、制作会社っていうかスタッフさんが関わってるやつ、マジで買おうかなって思ってる。そうスイッチね、迷ってる。そんなにでもゲームにあんまお金かけようってならないんだよね私。漫画とか思うんだけど、課金はねしちゃうけどね。最近ね課金気づいたらしちゃってて、ダメだダメだって思うんだけどね、もうなんか指が勝手にやってるんですよ。あかんわ、節約しないと。だから課金しちゃったから、あ今日スーパーでご飯買おうって思って、あのリードピアの配信帰りに南さんとスーパー寄ってきた。そしたらあの半額で買いました夜ご飯を。ミキちゃん何課金したの、なんか本当にいろいろもう分かんない何に課金したんだよ。まあ本とかもそうだけど、何なんですかね。まあでもそれが自分のね、あの生きる糧になるならいっかってあの納得させます。カード決済、私カードは持ってないからカードは使ってないんですけど、キャリア決済みたいなのとかしちゃいがちですね。そう飽きまへんよ本当に。課金額にもよるな、うん確かに。いやでもね、このお金あるわけじゃないからね、お金ないのに課金してるから自分でちょっとやばいなって思っちゃうの。そう月のサブスクを押そう。サブスクね、なんか忘れることも多いよね。私全部キャリア決済にしてるからさ、携帯料金、月末に来る携帯料金がすごい多くてびっくりしちゃうんだよね。携帯自体の料金はそんなないんですけど、あの携帯で買った何かとかがね、
来るから。うん、まあとりあえず10万円以内には収めようって思ってる1ヶ月。そう、STU 配信プラットフォーム多いから。それなんよ、私今日今月さ STU プライム課金しちゃったからさ、ちょっと高いんだよね、980円。なるべくね、まあ節約しにしようって思います。課金だけで10万。いや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 、課金だけで10万じゃないですよ、あのもろもろだからね、あの買い物とかねもうあのキャリアで行うことが多いからね。でもそれは自分の養分になってる、あのはぁみたいな、うん、ははははは、強制も分割払いなら実質課金のような、いやー課金ですよ、自己課金ってやつだね。モチベーションのため、うん、でも一応自分の中での限度額はちゃんと決めてるから、自分の中でここを超えないように超えないようにって考えてやってるから、10万は超えないぞ、絶対に超えないぞ、節約するんだって思いながら生きて、その節約だよ、いつか将来ね、あの60歳ぐらいになったらあの喫茶店を開くお金に。はい、回していこうと思います。超えた時は反省します、もちろんもちろん反省します。結構限度が大きい、 いや違うのよ、違うのよ、なんだろう、私が10万円って決めてるのは違うのよ、あのもう勝手にさ支払わなんかなくなってくお金があるの。でもそれはなんかなんていうの、アイドルにとってのさ必要経費みたいな感じで、もうしょうがないの、それを込みの限度額の、わかる？なんて言ったらいいんだろう、うん、まあ、服とか美容院とかなんかもろもろやけどさ、それもろもろ込みなの。うん、はあ、なんか生きてるだけでお金ってかかるよね。歯もそう、歯もそうだよ、だって月4万とかしちゃうもん、矯正すると困った困った。うん、人生生きてるだけでお金かかる。だからさ絶対さもう本当にあれよ、新垣結衣さんとか橋本環奈さんとかはなんかその分がないからさ、もう生まれた時から何生まれた時点で重課金、もう SSR わかる、この生まれた時からもうあれですから SSR が生まれてきてるから、 NR とかだとさ生まれた時点でやっぱ課金しないとじゃん。
それ込みなんだ。だから実際に自分がこう月に使ってるお金自体はそんなになの、漫画とかで使ってるのは。言うてね。はあ、熱っ。まあでもツイートしたんですけど、その課金のね、やっぱりアイドルのファンの人は共感してくれる方が多いですね。多分さ、一般の人、俗に言う推しがいない人ってさ、それがないわけじゃん。課金っていうか、推しに貢ぐお金みたいな支払いがないわけじゃん。だから多分もしかしたら理解できないかもしれんけど、でもさ、もう私も推しがいるからさ、あれなんだけどさ、もう推しに対する課金ってさ、もうね、しょうがないんよ。もうなんて言うんだろう、スニーカー集める人がさ、同じようなスニーカーをさ履かないのに買うのと一緒なんだよね。最近そんな感じ。私もそういう感じで、あの課金が止まらないです、でも最近ね、なんか私が誰々推しって言ったら、なんかその推しがさ、なんかこう卒業したりとか、そういうことがなんかあるから、もうね、今はね、推しを公言しないようにしてるけど、最近ね、なんか推しの配信者とかもいるんよ。もうすごい、あの見たりとかする配信者とかもいるんだけど、でアイドルももちろんそうなんですけど、なんか私が言ったらさ、私歴代推しメン全員なんかほぼほぼ卒業してるから、ちょっと言わないようにしようと思って。もしかしたらだけどさ、そういうのあるかもじゃん。なんかお清香が口に出したらやめるぞみたいな、神様がそういう風に作ったかもしれないじゃないですか。だからなるべく言わないようにしてる。最近ね、好きななんか、もう本当にいろんなジャンルでだけど、好きな人が結構たくさんいて、アイドルもだし、配信者もだし、グラビアアイドルとかもだし、なるべくあの公言せずにひっそりと推しております。ちなみに誰、言わないんだって。だって言ったら辞めるかもしれないじゃん。辞めるかもしれないじゃんっていうのもなんかちょっとおかしい話だけど、なるべくね、ひっそりと応援しております。今の一押し、今の一押しはね、どのジャンルかってこと？結構いろんなジャンルにいるんだけど、最近はね、ちょっとあのもうね、ダメだ、 VTuber にね最近ちょっとハマりだした。もともとね、好きな感じはあったんだけど、VTuber 界隈にねハマりだして、あかんで、マジで。あっちに行ったらダメなんよ、本当に。V はね、本当に沼、二次三次、いやもうなんかそういうとこまで行ったらもうダメだって、やめるから。でさ、あのね、なんか別にその人とかがそうじゃないけど、
なんか VTuber の人って結構配信系、もうほとんど配信系なの、ショールームみたいな感じで、まあ、ショールームにもさ VTuber の方いらっしゃるけどさ、私もたまに見るんだけど、ショールームの VTuber さんとかもなんだけど、あ、普通に YouTube とかのね配信とかいるの、たくさんでさ、なかなか追えないじゃないですか。そんな私結構さ一人の配信をさなんか長く見るのってできないタイプなんですよ、どれだけ好きでも。だからこうやってショールームをね最初から最後まで聞いてくれてる人ってすごいなって思うんですけど、私はどれだけ好きでもできないの。なんかその自分が何かをやりながら、例えば家事をしながらとか、こうウォーキングしながらとかだったらいいんだけど、できないの。なんか完成された YouTube の方が割と好きなの。だけどなんか最近のね、なんか最近のって言ったらおかしいのかもしれないけど、その配信 VTuber 界隈とかってさ、ファンの人がさなんか切り抜くの、面白いシーンだけみたいな切り抜き動画とかが結構上がるの、編集したりなんか字幕つけたりとかさ、あれがねなんか見ちゃうんだよ ね、 なんかね、すごい字幕とかさ面白いシーン集みたいなとかさ、切り抜きとかが結構 VTuber 界隈とかってすごいいっぱいあるの、そういうのが。で、まあ、そんなんさ、もうそんなさ1時間以上やってる配信の面白いとこ集なんてさ面白いじゃん。それでハマってその配信見に行くようになったりとかして、痛痛痛痛痛、ちょっと痛いんだけど、うん、いや私のね推してる人はめっちゃ声が可愛いの、声が可愛いんだけど、なんかすごいあのあまりいあの出すとバレちゃうから言わないけど、すごい声がめっちゃ可愛いのに、なんかめっちゃちょっとおかしいの、なんかなかなかファンキーな性格をしてらっしゃって、そのギャップがすごい好きでね、あの見てるんですけど。本当にめっちゃファンでございます。VTuber 界隈はねダメだね、沼だね。たとえもうその人の実際の顔がどうだろうが、もう何も思わないぐらいの、多分なんか本当に人間っていうか、その人としてすごいあの好きなあのになってきてる。なんかすごいね、あでもあかん。沼ってる本当に。でも多分そんなすごいガチでファンの人に比べたら全然し、あのにわかなんだけどさ、にわかなんだけどさ、いや VTuber ちょっとやりたいね。VTuber になってみたい、本当にイラストください誰か。なんかもう私の理想を詰め込んだ、私要素のなくなったあのくださいイラスト、私マジでさ VTuber のオーディション受けようかと思ったもん、こっそりと。なんか調べてさ VTuber の事務所のオーディションみたいなの見てさ、これさ顔出ししなかったらさバレないんじゃないとか思って見たんだけど、なんかね応募要項になんか自分の声とか動画とか、 なんか自己紹介動画みたいなの作ってくださいみたいなの書いてあって、ちょっとめんどくさいわと思ってやらんかったんですけど。いやいいよね本当に、名前考えてるの、なんかさのびのびたみたいなさ、なんかすごい語感のいい名前がいい、なんとかなんとかみたいな、すごいあの言いやすい名前がいい、のび太くんってすごい言いやすいじゃん、伸び伸びたみたいな、ポキポキを、それちょっと分かりやすすぎな私ってことが。それはちょっと分かりやすいけど、そんな感じですね。うん、
そうそうそう、まあまあ言うなればそういう感じね。これのそれのあの本当に全く私とか関係ない名前がいい。うん。即バレですね。うん。いやいいよね。VTuber ってちょっと歌うまいイメージあるね。結構みんな。はあ、本当に最近ね、推しへの愛が深まってます。イラストは 2D と 3D どっちがいい？私は別に 2D でもいいなって思うけど、いや本当にね、もう私アイドルとしての目標の中に VTuber デビュー入れとく、マジで。いやいや、あなたアイドルとして何がやりたいんですかって言ったら、私は VTuber になりたいですっていう。いやもうどうしたって思われそうだけど、ちょっと入れとく、一個入れとこう。一個入れとこう。将来の目標増えた、増えた、マメタと一緒に遊ぶ、喫茶店を開く VTuber。 どんどん増えてくよ、うん、まあさ、言うてさ、今もさ、こうやって配信してるじゃないですか。だからさ、何が変わるのって言われたら多分何も変わんないんだろうけど、なんかこの沖優香じゃない何かになりたいんだよね。うん、今配信しててさ、 VTuber も配信してるからさ、あんま変わんないんだけどさ、やってることっていうのはなんか自分じゃない何かになりたいんだよね。それが一番大きいのかも。うん、深い深い深いのかね。深いかはちょっと分かんないけど、まあまあまあ、そのようなのも今日は抹茶リプトンの抹茶飲みます。腫れてないほっぺを見せながら、うん、目が赤い、こっちは目赤いし右は腫れてるし、もうダメだね。笑えないな。晴れいつ頃引くの？わかんない。私にもわかんない。ほっぺ熱い。ほっぺ熱いんですよね。ずっとめっちゃ熱い。めっちゃ太ってる人みたいな。公園出られるの？多分出れると思うけど、みんなが気にならなかったら。ほんまに痛そう。痛いよ。そんな痛ーって叫ぶほどではないんだけど、なんかジクジク痛くて眠れないみたいな、そういう感じ。うん、公演の前にお話し会ないっけ？うん、公演終わった後にお話し会がある。AKB の新曲でもマスク衣装あったか、大きくマスクで公演いけるね。大西桃花さんの黒マスクめっちゃかっこよかったよね。なんかこうちょっとレディースっぽくて、私はでもユニット曲がさ、禁じられた2人だからさ、まん丸の顔で出るわけにはいかないんよ。もう世界観ぶち壊しだから、もうどうしたもんかって思う。口も開かないからさ、声ひょろひょろなるよ私。どうぞ叶わないこの恋を許してね、胸に秘めたまま。
ドゥルル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 、こうやって隠すしかない。こたつに朝もや、お前の顔が禁じられた顔だよって言われたらどうしよう。本当にね、腫れが引かなかったらマジで、あの髪の毛ここにあの糊貼ってこうやってくっつけて出るね。いやマイキューが言うんじゃなくて、なんかファンの人が言われたらどうしよう。タラララララララ、なんかさ、ソックスタッチとかさ、ソックスタッチやソックタッチか、ソックタッチとかいいんじゃない、あれ肌に塗るもんでしょあれ。あのソックスが落ちないようにするやつ、 STU でも使うんですけど、肌に塗るノリがあるんだけど、あれあれがいいんだったら、お顔にもいいでしょ、足にいいんだったら。はあ、そういうことばっか考えてます。ソックタッチってまだある、あるよ。あ、ちょっと暗くなった。どうにかね、こにかで。カラオケやろうかなって思うんだけどさ、声が出にくいのと、あと電波によるんだけど、いけるかな。てかさ、もうエアポッツもそうなんだけどさ、イヤホン耳につけるのもちょっとしんどいんだよね。よいしょ。落ちそうで怖いな。落ちるかな。もう落ちそうで落ちそうで。重いんですよ。あ、そうこれ STU のね、武道館のマスクね、ちょっと重いよね。久しぶりにダウンだけど着るかな。ちょっとね、口がうの形にしか開かないから、ちょっと。怖いんだけどな。左目調子悪い。左目今赤いんですよ。申し訳ない。あ、真夏のクリスマスローズ歌おうと思ったらなかった。真夏のサウンズグッズしかなかった。真夏クリスマスカレンダー、眩しい日差しが思い出させる、チャララララララ。公演曲はないのか。ツアーでね、よし。ちょっと待ってね。よし。
対あるかな。バスでいたのに。ああマスク越しでも聞こえますかね。聞こえる？ちょっとあれかも。あ大丈夫？ほもほも。はい、それでは聞いてください。イカの種類かと思ってたわ、ユリイカって。痛い、ちょっと歯がなんで歌ってるなんて感じするよね。2番初めて歌ったのでごちゃごちゃでしたね、申し訳ない。
顔マスク涼しげ。いやこれ意外とね、確かにあの喋りやすいんだけど歌いにくくはないね。あ、歌いやすくはないね。どうもありがとう。なんだあのブサイク。ありがとうございます。お、トシさんタワーありがとうございます。すごいね、ありがとうございます。道場のタワーかい。それはまた違うよな。
いった本当に痛くなってきた。ちょっと歌ったらありがとうございます。なんで歌ってるの、なんでだろうね、本当に私今わかんない、私がバカなんだと思うなんでなんでしょうね、わかんないよ。ちょっとよいしょ、今ねペンあった、ペン近くにあった、チューチュルルンチュチュチュ、見てお礼書きますどうしたん、たぶんありがとうございます。この間もありがとうございます、誕生日おめでとうございますありがとうございますありがとうございます。2番でさ急にちょっとさ歌の感じ変わるのってマジでカラオケ行った時の罠だよね。って思うわ、すごく。ちょっとお茶飲もう。2番の歌詞いいのが多い、それな、2番の方がいいよ、言いたいことは大体2番で伝えるから人間っては。よし、自由でいつも広
気持ちってどういうことなんだろう。うーん、どういう気持ち、僕の気持ちを分かってくれる。思い出クロールすぎる夏、いつしか使ったの水着の跡消えるように、思い出クロール、どんなに好きでも夢を見る箱に酸素が足りない、恋の息継ぎ分かってくれない、気づいてくれない、風はため息。酸素足りてないわ、もう本当その通り。これはね、多分フル歌えないかな。こんなさ、親知らずのさ、抜歯してからさ、ご飯は痛みに耐えながら頑張ってもりもり食べて歌って、どんだけ抗おうとしてるね。
めっちゃ昭和のアイドルっぽくない？ソロの。どこまでも続くと思った。わかる？昭和のさアイドルのこのここだけで完結するダンスのあんな感じする。ああ私の恋は落ちたわ、カラオケしたら。失礼しました。いたー、よいしょ。激しく踊れない時代のアイドルや。私めっちゃね、山口百恵さん大好きなの。3人模様の絶対絶命、さあ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 、はっきり肩をつけてよ、はっきり肩をつけてよ。ただいま。痛い。聖子ちゃんもちゃうんか。松田聖子さんもめっちゃ好き。お腹鳴ってる、落ちないかな、心配。来たわ、来ました。うわ、痛い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 。あなたに女の子の一番大切なものあげるわ、小さな頃ドルタタタドルル、大切なものあげるわ、でたでたたたた、泣いてもいい。愛は尊いわ、ドロロロロ、たんでても一度だけ経験するのよ、誘惑の甘いわな。すごいよね、あのさ昭和のアイドルってさ、あんなに歌うまいのに18、19、20歳とかないよね。生まれたかった、その時代に。生で見たかった。あれででででででで、ごめん、もう常に痛がってる自分がいます。うん、でで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 で、
跡を残す忘れられない恋のかけら切なく数えた夏の恋は続く伝わった夏のキスはずっと残る鏡のその中に映ってる今も胸がキュンとするよ心のこの足跡後悔していないわ蕎麦かすのキスでした。いいですね。なんか夏っていうか夏の終わりぐらいの曲もね、夏曲もいいけど夏の終わりぐらいの曲も結構いいですよね。僕はすごく好きです。遊びに来たよ。こんにちは。マスクしてますが、教室から何が見える？真っ青な空か雲か地平の彼方、春の風は吹いてるか、彼女はそこにいるのか、片思いの入り口。これダメだ今日。クラス替えして C 組の僕は彼女の様子がわからない。会えなくなってやっと気づいた、その興味とは好きだってことだ。気のせいか声が聞こえたような、渡り廊下走っていたような、いつだって彼女探そうとして、そばにいるとただの友達でも離れた分過敏になってる。感じているよ。校庭には何が見える？新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめき入学式、デジャビュみたいな桜の木。切な悲しく遠く、何をしていても気になってしまうんだ。こんなはずじゃなかったのに、どこにいるのか、片思いの入り口。同じ校舎で学んでるのに、僕らは外れてしまったよ。会えないことがこんなに辛いって今までずっと思わなかったんだ。なぜこんなに胸が苦しいんだろう。クラスメートの一人だったのに振り向いた彼女を思い出すんだ。斜め前の席に座っていた、その存在当たり前すぎて、異性として君を求めなかったよ。教室から何が見える？カーテンがふわり回って邪魔をしている。誰かが開けた窓のせい、紛れ込んだ犬が鳴く。わあ、心に愛か期待願望なのか、僕の風
どこにいるのか片思いの入り口。あつ、久しぶりに歌った。このさ、じゃーんって言ったらさ、今日って言うと思うじゃん。今日押しつかって、じゃーん、教室から。難しいね、クリックないとむずいね。じゃーんって言ったらさ、キョって言うじゃん。思い出せる声も知らない。思い出せる声をしようはね、カラオケだとね、じゃーんじゃーんじゃーん、いつの日にかかと思うじゃん。じゃーんじゃーんじゃーん、いつの日にかみたいな、なんかおーわちゃわちゃーん、そんなこともある。ダムが決めたならしょうがない。私は普段の踊るときはクリックで生きてるので、ちっちっち、いつの日にかだから。急にね、あのカラオケ業界に惑わされる。そういうところもあります。カラオケあるある。そうですね。あ、お腹だった。すごくない？歌唱力はさ、一回置いといてさ、こんな、あの負傷した歯を負傷していてもこんなに歌えるなんて。何を言ってるんだって。すごい。そんなすごいって言ってくれるの。あら、ありがとうございます。痛いの、ずっと痛いの。いや、もういいの。痛くてもええんよ。もう痛いのは治らんのよ。歯が汚れて
声が好き。ありがとう。切ない眼差し。違う、これ感情こもってんじゃない、親知らずが痛いのよ感情じゃないの、親知らずが痛いのよ。でもね、麻酔じゃない、薬飲んでるからね、そんなすごい痛いわけじゃないんだけど、夏といえばみんな何歌います？私湘南の風なんか毎年歌ってる、小学生ぐらいからなんかさ、なんか歌えるんだよね、なんでだろうね。頭を何も考えずに歌えれる。あとね、夏はね、何歌ってると、アイドルだったら、まあ AKB さんだと夏曲でね、好きなのは私エブリデイカチューシャとポニーテールズシュシュが好きで、まあすごい王道なんですけど、でね、桃色クローバー Z さんだったらワニとシャンプーが好きで、 J-POP だったらね、湘南の風、あの水蓮花、あのさ水蓮花のさ歌詞の人が途中で暗殺された説みたいななんかぐらい歌詞がかなんかこうさ、最初と最後、最後っていうかのラップ部分に変わるのがねすごい好きなの文字で見た時ね、水蓮の花のように朝日に向け今日も願いみたい、あれ面白くて好き。あー夏祭り歌うね。あとあのシークレットベース、なんか太鼓の達人のイメージがめっちゃあるな続きまして、I love you baby 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 振り向いてくれ、誰かに向けてるその視線、僕の脳にも気づいて、愛しさの答えが欲しい、 I love you baby 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 微笑んでくれ、僕を虜にした唇、君を独占させてよ、せめて夢の中で、キスの前で目が覚めた、その先はお預けさ、いつも同じいいとこで僕だけ一人取り残される、恋はあと少しで届きそうなのに逃げてしまうから、追いかけたくなるんだ、 I love you baby 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 僕のアイドル、キラキラ眩しい存在さ、君と出会えた奇跡に生きているその意味知った、 I love you baby 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 抱きしめたいよ、真夏の日差しを浴びながら、まるで恋人みたいにいつか夢の中で、歌えるかな2番。おお、誰もいない砂浜で僕たちは見つめ合う、寄せる波は胸騒ぎ、永遠の長さを教えてくれる、恋はそばにいても手には入らない、
外せ baby 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 勇気が欲しい僕から声はかけたってないもしも天使がいるならその指でハートを届け外せ baby 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 ささやきたいよどこかの木陰で寝そべえてまるでコマーシャルみたいに絶対夢How do you say? How do you say? Bam 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 I love you baby 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 振り向いてくれ誰かに向けてるその視線僕の脳くにも気づいて愛しさの答えが欲しい I love you baby 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 微笑んでくれ僕を虜にした唇独占させてよせめて夢の中で ベビーベビーベビーでしたね愛者が怖いんじゃない痛いのが怖い怖いあれあれあれありがとうございましたベビーベビーベビーついね今日ね今日ね1時40分ぐらいに事務所集合だったんですよだからそれまでずっと寝てたんだけど帰ったのがねまあ7時6時ぐらい6時半ぐらいに帰ったんですよしたらねクーラーをつけっぱなしに帰ってきてねショックを受けて今クーラー消してるんですよその1時から6時までの分だからねまだちょっとつけれないの本当にもったいないことをしてしまったすごく悲しいですそうなの6時間経ったらうん今だからちょっと汗だくで歌っておりますこういう時あるねしかもねあの窓開けて出るのお腹鳴ったごめん窓開けて出るんですよ私帰る時って帰る時じゃない行く時あの窓は網戸にしてなんか換気して出るのその泥棒とかが入れない高さだからねしてるんだけどなんかさ通気のために通気っていうかしたらエアコンつけたまま窓も開けててもう終わった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 った人生積み増しだったったもったいないそういう時もありますよね
すごいね、なんかこう絵文字が使えるようになったからコメントとかで涙とかさ、波乗りの時はあのサーフボードとかすごいたくさんありがとうございます。バリエーションが増えましたね、コメントの。ドゥルルルドゥンドゥンドゥドゥン、ありがとうございます。これ歌いながらなんか歌おうって思ったんだけど、すごくすごく忘れちゃった。これラストで終わろうかな。ちょっと歌は親知らずも痛いし親知らずも痛いしっていうのもちょっとあれなんだけど、よいしょよっしゃ。君と夏の終わり、将来の夢。それでは聴いてください。恋のお名前、それ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 、ちょいとそこ行くお兄さんよ、何を急いでいるの、ちょっとばかり聞きたいのよ、ゆうべはどこに行ったの、喧嘩と花火、惚れた晴れたも江戸の花だよ、800やちょっとか、恋のお庭をちょうだい白いも、浮気の証拠あがてんで、恋のお庭をちょうだい白い、さあお前だけなんて嘘をやめ、悪いやつにゃ銭が飛ぶよ、女たちは狼引き、ボイタ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 、てててへんだ
事件だよ二股だってね、あの長屋のおかみさんが見たって言ってるよ。酔い腰の中忘れたなんてとぼけよだってお見通しだよ捨てて奉行所まで来てもらおうか、さあおかみの前で裁き受けろ、奉行所まで来てもらおうか、もう逃げられねえって神妙にしろ。悪いやつにゃ銭が飛ぶよ、本気の女は岡っ引き、その罪は憎んでもまだ惚れてるよ。お江戸ばかりできやしない、情け深い情け深い、銭の形は角がない、恋の女はお頂戴しろい、もう浮気の証拠あがてんで恋の女はお頂戴しろ、さあお前だけなんて嘘はやめ。悪いやつにゃ銭が飛ぶよ、女たちは狼引き、悪いやつにゃ銭が飛ぶよ、本気の女は狼引き。それ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 、あ、だだだだだ、ちょっとね、まあまあこの辺でね、カラオケはちょっと終わらせようと思いまして、本当はね、あの恋人いない選手権歌いたかった、すごく最近好きな歌っていうかさ、ツアーで初めて知ったんですけど、知らなくてね、私この歌ツアーでやってるんですけど、それが歌いたかったんだけどちょっとないみたいなのでね、急がなきゃ入ってなかった。ありがとうございます。まあちょっともうそろそろ終わろうかな、なんか疲れた歌ですごい体力消費されるんだけど、なんでだろうこれ、私のさ体が満身創痍だからなのかな。急がなきゃビリになる恋人がいい、なんだっけ、恋人が、歌詞と忘れてた、選手権で急がなきゃ笑われる君のこと誘いたい、ありがとうございます。あ、まだいないか、恋人がまだいない選手権で、何の歌これね、ゲームかなんかの歌でね、ナナさんがセンターの曲な、チャチャチャララララチャララララ、あ、ビートカーニバルだ、専用の曲なんだって、もったなんかすごいよね、なんかこんないい曲がゲーム専用だなんて、香川のね高松のツアーもね、一般受付が販売されてるので、お見送りがね、あのするんですよ今回から、びっくりですね、久しぶりに、ほいつぶりだ見送りだなんて、し本当にね1年半以上やってないので、うちあのレアということで楽しみにしていてください、よろしくお願いします。ということでね、ちょっともう暑くなってきたので、そうそう終わりたいと思います。舞浜かな、舞浜で大きな沖縄のお疲れ様じゃないわ、ありがとうございましたを言ったのが最後かな。明日は晴れてる、どうだろう、痛っ、今かすっただけでちょっと痛かったんだけど、うんうんうん、よ
しよし、よしよしよし、自分で自分を慰める惨めの女あいででででで、ごめんねごめんね。はい、というわけで壇上を読みます。13位から読みます。13位、こばちゃさん。12位、とにさん。11位、まっかさん。10位、いずいずさん。9位、ジェリーさん。8位、イストスさん。7位、ばんぼしさん。6位、いちしたさん。5位がとりあえずルービーさん。4位がようこさんでした。13位から今までの皆さん、ありがとうございます。そして3位が広島校パセリさん。2位が四つ葉さん。1位がとしさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございます。としさん、タワーもありがとうございました。ありがとうございます。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。連休ですね、皆さん楽しんでください。私はちょっとオフの日がないんですけど、まあなるべく親知らずの腫れをなるべく引かせるように、あと目の充血、体を満身創痍から治そうと思います。今日は、今週は瀬戸チャレがあるので、皆さんぜひ見てみてください。よろしくお願いします。というわけでバイバーイ、ありがとうございました。おやすみなさい、ありがとうございました。スイッチュー、ありがとう、バイバーイ。